こんにちは一ノ瀬です今日は中国ニュース第2弾でバイドゥの記事からご紹介します今日の話は KK のニューヨーク州司法試験不合格を受けて M 子さんにフォーカスした内容になりますまた、えー、次回の動画で予定している内容なんですけれども、えー、中国のバイドゥから経験不合格についての中国 からのコメントをご紹介していきたいと思いますがこのコメントシリーズがなかなか面白い内容になると思いますのでぜひ楽しみにお待ちください記事の URL を概要欄に記載しておきますそれでは早速お話を進めてまいりますがよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします 記事は4月18日付の「バイドゥ」の記事となっていて今回のテーマは「落ちぶれ続ける M 子さん」「子作りに時間を割くことが難しく経験は本当にクズ野郎です」という内容で <laughs> 見出しから相当ディスられてますね。えー、続きまましして本文をざっと要約します元皇族の M 子さんは 結婚前に30歳になり結婚は女性にとって最も素晴らしい日となるはずですが皇室を離れたものの KK さんのトラブルで多額の結婚一時金を諦めただけでなく華やかな結婚式も諦めた M 子さんはそうはいきませんね。KK が司法試験に落ちて家族を養えなくなった今 M 子さんは生活の質のために自ら仕事を引き受けなければならない。 つまりいつまで経っても子供が生まれないエムコさんもいつまでも妊娠したくないでしょう何しろ小室慶はとてもクズだと思われているのですここはどうでしょうね国民はね経験のことをそう思っているけどエムコさんはね西村971長長官にケーは素晴らしい人だと言って直談判して傾向を強行しましたからお子様だってね作る気満々なのではないかと思います 日本の皇室は男系男子のみが皇位を継承できるというその独特のの規制のためににに徐々に衰退すす。る運命になります M 子の世代は男子は H 親王しかいないため年のみ宮愛子さまが皇太子に決定されない場合日本の皇室は H 様の血統のみとなります。 エイミア様はエイチ氏ノを非常に大切にしていますが彼は年を取りにつれ二人の娘が孫を連れてくることを望んでいますエムコはエイミア様の最初の孫ですが現在の状況は楽観的ではありません日本の女性皇族がお相手選びに難航し晩婚となったため子供に恵まれていない不運と比較すると今回のエムコは地獄のような人生を選ばれたのです M 子さんは家族を養うために働きに出なければなりません手をこまねいているわけにはいかない最初は持参金が欲しくなかったのですが今はお金を稼がなければなりません KK は外面を良くしたい M 子さんがどれだけ苦しむ方が構わない KK にとって M 子さんは金づるです M 子さんがお金がないと言って実家の皇室に泣きついて定期的に支援があることを望んでいます めちゃくちゃ悪党に書かれてますね、えー、子供を作ることに関しても M 子さんは妊娠出産するほどの余裕はなくただ働いているだけですメトロポリタン美術館が M 子さんの妊娠費用を負担してくれるわけではないのは明らかで一方で KK の母親が妊娠出産の面倒をしっかり見てくれるかどうかも不確かですいやどうでしょうねここは KK 母はね、これ幸いとね、えー、ニューヨークに乗り込んできますよね。で、そしたら国民は KK 母までね、税金であの食わせることに、えー、なりそうでございます。KK <laughs> の母親は極端なエゴイストで、結婚をちらつかせ人を騙し、借りたお金を返さないために表に出てこないような女だったので、KK が今のように育ったのは当然といえば当然なのです。 KK は母親に今アメリカに来てほしいと思っていますがどうやら M 子のお世話をするためではなさそうです KK 以下にとってはお金さえあればいいつまり KK は子孫を持たないことを好むかもしれませんこれもわかりませんけど KK 以下としてはやっぱり子供を作ってね血縁関係をより強固なものにして離婚できなくするのが狙いじゃないですかねまあそのためには 子供ってね考えているかと思いますえ次に独身を続ける日本の女性皇族ですとか、えー、黒田紗友子さんの話がありましていい服をね着ていていい食事を与えられる皇室の暮らしから一般人の暮らしになることは多少の落胆がありますというふうになってますで、えー、おそらく M 子は一般人の生活に早くなれるでしょう と書いてあるんですけど、デイリーメールがね、撮影した写真を拝見する限り、もはやね、柄の悪い一般人にしか見えないですけどね。逆にね、こ,うこの方、もっと高速なんですよってね、言われたら、ええー、みたいな。びっくりするくらいですよね。生活は高速のままですが、見た目はすっかりこなれた一般人ですよね。えー、記事に戻ります。やはり、経験はクズすぎるし、 こういうクズがいることで M 子さんは社会の悪をより理解し成長を加速することができるのですということで記事が締めくくられています結構ね辛辣な内容だったと思うんですけれども、えー、元ね女性皇族が社会の悪を理解するためとはいえ、まあ、そういうのはね一般人になられてからおいおいね、えー、闇の部分を見て 理解していいけばよいもので、社会の悪を学ぶためにねわざわざこうクズを、ね、ただね今回に関しては私はね、まあ、似た者夫婦だと思ってまして経験だけが悪で、まあ、M 子さんをねダマグラ化したとかではなくて、まあ、どっちもどっちですよねもうどっちかといえばね黒幕は M 子さんなんじゃないかっていうねそのぐらいの感じがしますけれども、まあ、自由になりたいと。 一般人だと言いながらね。税金が投入されるのを分かっててね。甘えてる時点でまどっちもクズなんじゃないとね。いうふうに思います。でね、この記事で久々に思い出しましたけど、kk 母っていうのがねいらっしゃいましたよね。中国のニュースでも極端なエゴイストで結婚をちらつかせて、人を騙して借りたお金を返さないために。 表に出てててこななないいような女って書いてありましたけれどもなんかねドクターストップがかかってるとかなんとかで元ね婚約者さんとの話し合いにもね出てこなかったような人ですからもう本当ズバリですよね「KK さんのお母さんってどんな人?」ってね何も知らない人に聞かれたらもうこの通り答えたら正しく伝わるんじゃないですかね。 この記事ではねお子様を作る時間がないというふうに書かれてありましたけれども KK が M 子さんを金づると思ってるんだとしたらもうなおさらですよねお子様が必要になってくるんじゃないかと思います。 そして、まあ、恐ろしいシナリオではありますけれどもお子様がいたらさらにエ、ね、ム子さんの実家からお金を引っ張れそうですし経験母もね子育てサポートでニューヨークに行く大義名分ができるわけですしもちろんね長期滞在ビザは出ないでしょうけれども観光ビザでねマックスまで滞在しながら日本とニューヨークを行ったり来たり、ね、するんじゃないでしょうかね。なので経験母にも今後ね気をつけておかないといけませんよね。 ということで本日は落ちぶれ続ける M 子さん、子作りに時間を割くことが難しく、KK は本当にクズ野郎ですというテーマで中国のバイドルの記事からご紹介させていただきました。本日の動画は以上となります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。